映画作家の前々です。漫画家の木村隆です。松本零士先生だっけ、はいはいはい、はい、あれの件ってどう思う？なんかそのなるほど。あれってなんだっけ、ケミストリーさんはいはいはいが歌ってて、牧原のりゆきさんがそうだね、あの歌詞と歌が作ったみたいな。うん、あれってなんか他の人も使って、うんる人が今までの歴史上誰もいなかったかっていうと分かんないんじゃない、うん、そもそも銀河鉄道39が、うん、のことはどうなのよっていう話だしね。自分でやったことは、うん、なんかみんなそうなんだよね、うん、人から影響を受けてることはありなのに、うん、自分のやつ真似したって言ったら怒る人とかいいんだけど、うん、絶対そうなりたくないのよ、うん、あのだって絶対に、まあ俺パロディとか露骨にやるときはそうかもしれないけど、うん、やってなくても絶対誰かからいただいてるし、うん、まあ、それこそ現実の何かからもらってるんじゃない、うん、なんか、ね、昨日あったしょうもないことが面白くて、うん、形にしましたって言ったらじゃあそこからもらってるわけだし、うん、だからそこはまあそのなんだろう、一つの作品として積み上げた人の功績であるけど、じゃあ別に誰かに文句言われることでもないし、うん、逆に言うと自分が使われたとしても別に何だろう文句言うことじゃないっていうか、うん、前もまあ動画で言ったけど海賊版ぐらいパクってるのあるパクリだとそれはダメだけど、そうだね、うん、だけどその場面とかセリフだったりとかって、うん、別にそれは言い出しちゃったらじゃあ誰のもんなのよって話になっちゃうから、うんうん、そもそも言葉だって誰が作ったんだって話になるから、うんで、ね、著作権別にあるわけじゃないしっていう、あんまりなんかそのやいのやいの言い出すと自分にブーメランで返ってくるっていうか、うん、そういう感じはしちゃうかな。まあ寛大でありたいよ。松本先生の立場だったらいいんじゃんって思うし、うん、牧原さんの立場だとしたら、うん、あ、なんか影響を受けてたかもしれませんねって言うかな。両方ともなんか俺の思ってる感じじゃないからさ、うん、まあ別に俺だったら別になんか元ネタだ、あ、ここにあったのかなとかって思うし、うんうん、自分で意識してる場合はもう完全に自分で言っちゃうし、ね、うん、これ明らかにこれ撮ってますね、ここからとそうそうそう、まあ、そういうことで揉めたくないよね。松本零士先生にとってはそう揉めてもまでも大切な多分、うん、言葉だったんだろうしね。あ、うん、うん、まあ本人しか分かんないんじゃない、うん、それは、うん、パクリとかって別にみんな影響受けてるからなって思うから別に、うん、自分も偉そうにするつもりもないし、まあ別にはっきり言うし、ね、うんうん、それでいいんじゃんって思うけどね。丸パクリじゃなければ、うん、全然歌詞とかはあるからね、うん、そう引用というかその好きな歌から一単語もらってそこから広げて書くとかも全然あるし、なんかさらっと書いてたら意外となんか画面共有されたのもあるしね、うん、そりゃみんなそうやってやってきてるからね、うん、過去から、まあ、そういう意味じゃ本当過去の人の絵のリスペクトもあって叱るべきなんだけど、うん、まあ、誰が偉そうにすることでもないかなって思うんだよね。でも難しいよな、ワンアイデアで全部パクるっていうことなのかって、うん、まあその、うん、アイデアだけだとすぐ真似されちゃうってあるんだけど、だけど結局その作り上げて面白いか面白くないかはやっぱ技術いるから、うん、そう簡単にはだから丸、それこそ丸パクリに近いとか、うん、結構いろんな部分取ってんなっていうとちょっと問題だとは思うけどね。最悪パクられたとしても、うん、ね、発表するのが遅かったこっちのせい、うん、って思えるようにいたいね。似たようなもの作ったってさ、うん、ね、別にルートも違えばキャラクターも違うしっていう作り方ではいくらでもできるわけだしね、丸パクリだけはちょっと気をつけましょう、うん。